はい、皆様お久しぶりです。達長の時間でございます。違うでしょ。もうなんかちゃんとやってよ。今日達長の動画ってことはお金のない人たちに向けた、お金のない人で安い、お腹いっぱいになる料理を、とにかく安い。今日用意してもらいたいのはまず食パン、卵と牛乳があれば、はい、もうほぼ砂糖だけ、なるほど、で作れちゃう。ってことはフレンチトーストでーす。やったー、フレンチトースト大好き。昨日ね、なんかそのちょっと俺にツイートでさ、はい、なんかフレンチトースト作ってほしいなっていう人がいたのね。片面12時間浸して、次逆面にして12時間浸して、24時間浸すと最高に美味しいのができるよ。そりゃ美味しいだろうね。って書いてあったんだけど、いやバカ言えと、はい、俺は今日がアップ日だったから、はい、今日アップ日で24時間やったったら、はい、今日はなんかできませんでしたとかなっちゃうから、まあそれでちょっと調べたら、はい、レンジでチンするだけですごく美味しくなるっていうちょっとやり方調べたから、レンチンの砂糖12グラムの倍作るから、ああ、はい、今日2枚作るから。2枚、はい。うちにある砂糖ってこれなのよ。これとこれが混ざってこれなの。え、何これ。ザラメか。さすがに溶けないと思うから、はい、ちょっとお湯で溶かそうと思ってお湯を作っておいたんで、はい、で24入れればいいだけだから、はい、まあ甘めでいったら多めに入れる。いや、分かりつく意味ねえじゃん。こんぐらい入れやいか。もうちょい入れるか。はい、ごめん。え、なんなの。 24g 入れました。 24g 入れました。まあちょっと溶かすんでね、ちょっとお水、はい、お湯を。味薄くなったりしない？うん、それが怖いからだな。うん、1人分だったら、うん、卵1個なんだけど、はい、今日は2人分やるんで、はい、卵2個やります。はい、そのフレンチトースト作るの？え、普通のフレンチトースト作るの？じゃあレンチンでやる。レンチンは何のためにやるかっつったら、うん、本当に24時間やんなきゃいけないものを30秒でできるようにするのがレンチンなんだ。そうなんだ。あ、じゃあ浸す代わりにレンチンをするっていう。これ 90g らしいんだけど、はい、倍だから180。はい、まあ250まで入れちゃう。もう多めにいこう。え、なんなのこの計量カップをわざわざ使って適当にやる感じ。ここ全部入れます。まあ間違いないね、ここまではね。ここまでは間違いないよね。絶対美味しい。で、これを混ぜます。はい、じゃあまあこんぐらい混ぜて2個にしないといけないから、はいはいはい、今日はつまらないよー。面白いことも言ってほしいの？言ってほしい、言ってほしいよ。タケノコニョッキー、タケニョッキー、タケノコニョッキー。どう？あー、ほんとだ。言ったでしょ。あー、やばいよ。そういう日あるんだ。達也さんの動画いつも面白いと思ってたのに。だ、面白いと思ってくれる人もいるじゃん。いるよ、それはいるよ。だ、そういう人は特に、あの、そういう人は特に面白いかもしれない。あー、なるほど。今日はいつもと違うなと。ちゃんとパンが2枚、2枚のやつを買ってきたんだね。そう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 、なんかなるだけ厚切りがいいと。はいはい、ここにこう入れて、はい、もうちょっととにかく浸して、まあまず片面しかいかないんでね。食パンの丼には入らないもんね、食パンって。あとはもう30秒チンすればいいだけだから、はい、30秒。ただチンするって書いてあるんだけどさ、はい、ラップする？まあ、ノーチャッピーでいいか。ノーチャッピー500ワットで30秒。なるほど。あ、わー、わかんない。そうなんです。パワーツーポーズ、お前のポーズ、ポーズ、ポーズ、お前のポーズ、わいわーチン。口チンってあるんですね。でも見た目は？いや、結構吸ってる、結構吸ってる。吸うんだ、すごい。結構吸ってるわ。そういうことなんだ。すごい吸ってる。重たそう、重たそう。超重い。普通さ、耳切るって書いてあったんだけど、うん、俺そのだるくて、あと耳好きなのよ。俺もそう。よかったよ。だるくてっていう理由じゃない方がいいよ。はい、30秒いきます。はい、お願いします。ポーズン、ポーズン、お前のポーズン、ポーズン、ポーズン、お前はキー。大体30秒、合計1分間。お、相当吸ってる。あ、もうほぼほぼないじゃん。もう全然やっぱり状態違うね。全然違う。ここまで変わると、レンチンするだけで。今日は30秒ずつ。はい、お願いします。ポーズン、ポーズン、お前のポーズン、ポーズン、ポーズン、お前はってぃ。おー、かっこいい。需要あるかな。あー、いや、吸ってるね。吸ってますね、吸ってますね。ないです、ないです。そうなんだ。スーパー吸ってる。こんな吸うんだ。スーパー吸ってる。へー、知らなかった。ポーズン、ポーズン、お前のポーズン、ポーズン、ポーズン、お前はエム。だんだん完成形が見えてきた。これもうかなり吸ったと言っても過言ではないです。
んかほぼないバターがね、あのマイバスケットで売ってるんでね。マイバスケットでは、はい、いいですね、いいですね。そうそう、もうちょっと弱火にしますね。そうですね、そうですね。うわ、うまそうだった今。うまそうですね。こりゃいいですね。素人がやったフレンチトーストの中じゃ一番うまそう。お前確かに調理師免許持ってるの。そう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 、そのお前が今素人ナンバーワンを言ってると、うん、あーこれもうあれじゃないですか、その女性のあれみたいなもんじゃないですか。男の子みんな大好き。そこまで行くなってひっくり返せないんだけど、もうレベルとしては。あーマジか。うわっ、あーこれさ、フレンチトースト、なんかプリンみたい。もう、あ、そう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 、ここがもうプリン。あ、ここです、皆さん、ここですよ。ここがプリンみたいなところ。これは早く食べたいな。わかるかなこれ。うわ、ブル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 じゃねえか。へー、それはもうまず田さんが言ってもらおうかな。俺、うわ、どうした。もう、パンって箸で切れるんでしたっけ。おーうまい。ほんとっすか。おーうまい。あのね、おいしいパンケーキ、はい、中がね、半熟なのよ。はい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 、なちゃんとでも中まであったかくて火加減と染み込み具合、すっごい一番うまい。素人ナンバーワン出た。うまいこれ。一番おいしいところ。一番おいしい、耳がついてる一番おいしいところ。そのあすっげーうまい。このあったかさも全部含めて美味しく。ああそう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 、あのほら、あのホットケーキみたいな、そうそうそう、最初感じで食べて、うん、耳残しといて正解じゃない。正解正解、絶対そう絶対そう。なんかさ、溢れ出てくるの。そう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 、湖からさ、もうクリームなのよ。そう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 、全部クリーム。あ、これ何？パンの食感、考え感じゃないよ。そう、そうなの。パンという考えを捨てて、もう概念変えて。ビルレだ。ブリュレ。いやいやいや、いやいやいや、ビルレ。食べる瞬間に全部溶けて、そう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 、足のつま先まで全部これだよ。そう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 、1200円くらい取れ、1200はいけんじゃないかな。うわ、ほんとうまいですよ。俺素人でこのレベル出してるの見たことない。うん、すげえ好き。うわうめえ。ほんとうまい。ハチミツあるのよ。ブルーベリー。カーヘッドしてます。うまいでしょうね。いいパン、いいパン、いいパンじゃない、普通のパンなんですよ。普通のパン、99円のパン。達長でした。あ、いい話を言う。あ、いや、はい、達長っていい話するもんね。あ、そうそうそう。どんなに大きなものでも軽くちゃ意味がない。え、モテちゃうからね。どういうことかというと、はい、どんなに経験積んだすっごい人でも、はい、その人の話聞きたくて聞きたくて、はい、聞かせてくださいって言ったとしても、うんうん、その人口がくすかすっごく臭かったら、うん、聞く気ならないでしょ。まあ確かに。あ、ちょっとやっぱり匂いに気をつけましょうっていう格言ってことですか。そうだね、だからその立派な人にはなってくださいと。はい、ただからその足元をおろそかにしちゃダメだよ。ああ、なるほど。それでは達長でした。